婦。酒はやっぱり真っ赤らピンピンクの菊で、菊政パックピン900ミリリットル詰め640円。ママ頭痛い？リエずっとそばにいてあげる。大丈夫よ、今バファリン飲んだから。だってリエが病気の時いつもそばにいてくれるでしょ。そうか、こうして安心。早く聞いて胃に優しい包みバファリン。なら、なんとヘッドホンを辞書につなぐという暴挙に出た。こんなのあり？ This is a Kictionary。 UCC のリップマーク5枚で当たる UCC Kictionary プレゼント。フェザー F2、世界を剃る二枚刃が剃る。この爽やかな切れ味が男たちを捉えた。ワンプッシュクリーニングのフェザー F2。 踏ん張りは胃にかかっている。塩野義 S 胃腸薬。いわゆるマーシャルアーツ用のユニフォームを身につけております小林邦明です。さあ注目の男、この小林選手は非常に人気がありますね。そうですね、両選手の動き早いです。あ、ラリアット、スミスのラリアット一撃、鉄腕が小林邦明の顎の先端を砕きます。小林ダウン。そしてこの怪力をご覧ください。ボディリフト&ドラップ、ボディリフト&ドラップ場外に思い切って飛ばしました。小林大丈夫か。いや、すごい力ですね。もう一回場外でボディリフト&ドラップいきます。今度はリングの中に連れ戻した。キッドが待っている。さあ激しい動きだ。ラリアット、キッドのラリアット爆発。すごい、小林を翻弄する。今度は速いブレンバスターだ。マッカのタイミング、すごいブレンバスター。さあ畳みかけます。キッド&スミス、いわゆるカルガリーコネクションであります。素晴らしい呼吸ですね。はい、もう、本当に文句のつけようがない、実にダイナミックな攻撃ですね。今度はスミスに行きます。小林全く手が出ません。今度はラリアットは失敗。お、後ろ回し蹴り、いわゆるマーシャルアーツ流の空手の殺法を出してまいりました。寺西の左の膝に合わせます。さあやっと息が合ってきたか、小林と寺西。しかしね、あれだけの攻撃、いわゆるカルガリーコネクションを受けながら、小林選手が倒れない、ダウンもしない、タフですね。あ、タフですね、今日は私本当にね、小林選手に注目をして見てるんですが、あれだけの攻撃を受けてね、ダウンもしないで、あの回し蹴りの逆襲に出た、素晴らしい根性ですね。なるほど。一旦その小林邦明は控えに入りまして、ベテランの寺西勇がデイビーボーイスミスと一騎打ちであります。足を取ります、デイビーボーイスミス。まあ、しかしこの山さん、カルガリーコネクション、ウエイトは両選手とも100キロないんですけれども、まさにヘビー級並みのパワーを発揮しますね。そうですね、特に私があの見ていて感心するのは、キッドが非常にあのテクニシャンで頭脳的な戦法を取るのに対して、はい、スミスの方はパワー一辺倒できますね。そうですね、このコンビネーションが非常にうまくバランスが取れているという感じがいたしますね、はい、今度はスミスからキッドにつながれました。今年は全日本プロレスのリングに上がりまして、
ジャイアント馬場選手とのコネクションもできました。従いまして今年こそ全米の NWA ロードに出たいということを言っておりますキッドとスミス。全米の NWA ロードに出てこの2人なら活躍できるでしょう。山田さん、そうですね、はい、この2人はやっぱりあのアメリカのですね NWA のメインコースに乗ればですね、はい、大変に各地で人気を呼ぶと思いますね。さあ今度は小林の空中殺法、トップロープからエルボー落としてまいりました。キッドと小林であります。札幌決戦も間近に迫っております。小林組明対タイガーマスクの一騎打ちも決定。そういった意味では今夜小林組明の実力の全てを見たいというファンたくさんいるかと思いますが、キッドのパワーにちょっとタジタジの手この小林、うん、今のところね、小林選手が向きになってね、はい、正面からキッドにぶつかってますからね。そうですね、肩を合わせてトップロープからフライングボディアダック、しかし捕まってしまいます。これを切って投げる、すごいキッドだ。さあ得意の今度はあドロップキック当たった、まともに当たった、空を飛んでのドロップキック、ダイナマイトキッド素晴らしい技、本当に大きい技を展開する。今度は再びツープラトーンです。キッド&スミス、おっと何を行くんですか、まさにウルトラシー、すごいセカンドロップから飛びましたね。そうですね、いや止まりません。いやこのねデッドリードライブというよりも、一体何と倒すか。しかし今度は小林も今バックドロップですかね、そうですね、非常に速いバックドロップを打ちます小林邦明。息が上がっておりますが、しかしまだああいう力が残っているんです。さあ今度は維新軍団ツープラトーンです。この左の膝が、スミスの顎を捉えました。再び寺西に渡す、その前にタッチがありました。まずはショルダースルー、リングの中央に持ってきた寺西の白いトランクスが踊ります。寺西が非常に冷静ですね、山田さん。そうですね、はい、やはりあの小林選手がね、かなりカッカしてますからね、はい、回転エビ固め寺西、今日はね、キッドもスミスもね明らかに小林選手を意識して狙ってる感じですね。あ、そうですね、しかしねとにかくの先ほどからくどく言いますが、小林選手というのは攻撃を食ってからが逆転が強いですね。はい、さっきあれだけやられた後でまたバックドロップですからね。なるほど、びっくりしますねこれは。再び今控えに戻っております小林邦明であります。何にしろ練習好き、維新軍団の中にありましてはこの長州力とこの小林邦明が一番練習しています。あの遠くから見るとね、はい、スラッとした体型なんですが、そばで見ると実にいい筋肉ですね。そうですね、今度はキッド&スミス、キッドが出てまいりました。このキッドの肉体の全体から醸し出す雰囲気ですけれども、山田さん、あのおじいさんとお父さんがボクサーなんですよね。そうですね、そういうこともありまして、いわゆるこの格闘技のエキスというんでしょうか、そんなものを十分に体中から表してますね。はい、あの非常にね、私に言わせていただければ、ね、殺人狂気というような、ね、感じですね。そうですね、さあ寺西起き上がりました、ボディにチョップを合わせます。さあやっとレッドコーナーに連れてまいりました。うわー、すごいツープラトン、小林邦明溝内のあたりに蹴りを入れました。寺西が抑え込みます。2人のコンビネーション鮮やかでした。いいですね、いい攻撃でしたね。しかしやっぱりあれだけ思い切った攻撃ができる、これはもうコンディションが非常にベストだという証拠ですね。2人が飛び込んできてクロスライン、その前にタッチが行われています。さあ小林、躍動する小林邦明、さあダイナマイトキッド力で返します。今度はデイビーボーイスミスが相手、後ろ回し蹴り、足を取られた。さあスミスがまた怪力殺法でいくか、倒したボストンクラブの体勢、まだ行きません、肩逆エビか、しかし今度は釣り天井に行きそうですね。おっと行きますね、釣り天井に持っていきますデイビーボーイスミス。さあこれで小林を反り返されて、反り返って持ち上げます。鮮やかに決まった、まさに芸術品、寺西たまらず飛び込んでいく。このままですと本当に背骨折られちまいますね。いっちゃいますね、いっちゃいますね。もう何しろねバカ力ですからね、はい、いやすごい怪力だ。脇腹にキック一閃、寺西ここで飛び出してまいります。さあ溝内のあたりに蹴りを入れます。寺西そのまま覆いかぶさりました。試合をリードするのは今夜ベテランの寺西。さあスミス起こった、エルボーをかまして、ここでダイナマイトキッドブルーのロングタイツ再び出てまいりました。さあ思い切って喉笛をつきますキッドです。もう一回キッドが打ちまくります。すごいパワーだ、まさにヘビー級にも通用いたします。今度は人間風車ダブルアームスープレックス、小林五高フォロー、やはり力ではキッド&スミスですかね、山田さん。そうですね、もうやはり圧倒的にねパワーではね
向こうのチームに戻ってますね。ということは小林と寺西は先ほどから素晴らしいタイミングで見せております。スープラ等に頼ったのは得ません。さあ小林ドロップキックで、ドロップキックで相手を倒した。そして肩逆エビ固め、肩逆エビ型に持ってきてますが、ラリアット、スミスのラリアットを吹っ飛びます。ウェイトの軽い小林吹っ飛ばされました。ここでダイナマイトキッドが、今度はパイルドライバーか、得意の 2M ストーンのパイルドライバー、怖いぞ。これでバンジーキュースか、寺西やってまいりました。いやしかしこの山田さん、先ほどから指摘しておりますが、相当ダメージを受けておりますけれども、這い上がってきますね小林が。そうですね、いい根性ですよね。いい根性してますね、果たしてこの根性がタイガーマスクに通じるかどうか。札幌決戦も刻一刻と迫っております。ブレンバスターの切り返し、小林また逆転ですね、また逆転技を放つ。あ、なかなか粘りの選手です小林。さあスミスの顎も上がりました。今度はこれです、フィッシャーマンズスープレックス、そのまま抑え込んだが、あっと鮮やかに返します。普通ならあれで終わりですかね。そうですね、やはりそれはもうスミスのね、もう底知れぬパワーでしょうね。そうですね。さあ今度は再び寺西がクロスチョップ合わせます。うまく着地に成功した寺西。さあスミスのバックを取ってジャーマンスープレックス、ジャーマンスープレックス、ホールド、そのままアーカーした。いやースミスも粘りを見せます。ここでキッドが再び登場。寺西のサイドに構えてバックドロップ、これで後頭部を打っている。小林が早くも入ってまいりました。小林と寺西の呼吸なかなかいい。しかし追い打ちをかける寺西がもう うまく止まった。ドロップキック振り返ってドロップキック2連発、キッドを場外に送った。さあしかし寺西の後ろからスミスがドロップキック、小林がこれに加わりました。さあ小林が右の手を上げました。さあコペに行くか、コペに行った。さあ思い切って今度は放送席が狙われます。放送席に寺西とキッドが飛んでまいりました。寺西とキッドであります。キッドの2ドラップ顔面にめった打ち。さあ反対側では小林立ち直った。さあデビーボイスミスをお客さんの傑作に思い切って放り投げました。さあリングの中キッド入ってまいりました。キッドと寺西がリングの中に入ってきた。小林間に合うか、小林が今入ってまいりましたが、レフリーはダイナマイトキッドの手を挙げました。さあこれは結果がちょっと気になるところです。10分55秒デビーボイスミス、ダイナマイトキッド組の勝ちが制せられました。こういう結果ですね山田さん。そうですね、非常にね、最後は乱戦模様でね、はっきり戦況がつかめなかったんですが、まあリングアウトですか結果的に。さあ結果は今参りました、リングアウトですね。はい、やっぱりね、お子様の教育プランに郵便局の学資保険。3分経ったら歯になる、4分経ったら好きになる。ピンク、オレンジ、シティブレイ、中国野菜を茶をしたヌードル、カオエースコックから新発売。ハオハオしよう。無理しなさんな、梨本さん。できない決心ならしない方がいいかね。喉に爽やかエチケット、森の香りも新登場。できることから始めますかね。僕たち毎日元気人、匂いバイト日刊バイト。迷ったら迷わず自主診断学習、テキスト、テスト、添削、カルテで学力アップ。家庭学習の強い味方、月のセレッド。天竜選手は北九州の試合で負傷し、本日の試合に出場できません。心よりお詫び申し上げます。一日も早く怪我を治し試合に復帰いたします。頑張っても
原郡司リングアナウンサーのご案内の通り、リング上松葉杖をつきました天竜選手がリング上に出てまいりまして、負傷欠場の紹介が今あったところでございます。原さんがご紹介しておりましたように、北九州大会のシックスメンタッグマッチで長州力のサソリ固めを食った、その流れの果てにこの右足首の内側を、損傷いたしました。靭帯を損傷してしばらく試合から遠ざかることになっております。天竜選手、後ほど、放送席に来ていただきまして話を伺ってみたいと思います。天竜さん、どうぞこちらの放送席に座ってください。なかなか思うように歩けません天竜選手です。本当に松葉杖をついて痛々しい表情を見せておりますが、いろいろと話を伺ってみたいと思います。さあ、その天竜の右足を痛めた男、長州力が登場してまいります。85年の激突オールスターウォーズも中盤に近づいてまいりました。鹿児島大会です。長州軍団、今夜はキラーカーン八津吉明をサイドに控えまして、今やってまいります。激しい表情でやってまいります。これが長州力であります。ほとばしる気合で数々の試合をこなしてまいりました長州力。放送席の天竜をまず睨みつけました。何か天竜が、おっと長州が言っています。全く松葉杖をついておりますので手も足も出ません。あっと天竜が立ち上がった。天竜が立ち上がってやる気を見せますが、今日は放送席に座っていただきましていろいろと話を伺おうというふうに思っておりますけれども、山田さん、ちょっと物騒な雰囲気ですね。そうですね、いろんな経緯があった挙句の負傷ということなんで、もちろんやられた、ね、天竜選手もね、今はお詫びを申し上げた通り、はい、出場できないというですね、この放送席サイド。しかしね、長州選手非常にエキサイトですね。そうですね。さあ、今夜相対するのはジャンボ鶴田軍団、ジャンボ鶴田、石川隆、吉正信がこれから堂々の入場でございます。がっちりと受けて立ちます。ジャンボ鶴田、春一番の熱湯を巻き起こす両軍団の火の出るような構想。天竜が負傷させられました。まさにこの全日本軍団の怒りというものは極限に達しています。ジャンボ鶴田、石川、そして淵が登場してまいりました。60分の一本勝負です。試合に先立ちまして日本テレビからの花束贈呈、今日はリング上に鹿児島テレビの女性アナウンサーが上がっております。両軍団に今花束を送ったところでございます。ムードが盛り上がってまいりました。長州軍団対ジャンボ軍団の対決、60分の一本勝負で試合は行われます。まずは両軍団の紹介を聞きましょう。まず元アマラス日本一の八津吉明が紹介されました。そして長州軍団ナンバーワンのパワーです、キラーカーン。今日もサソリ固めを見せるか長州力。長州力、長州軍団の特攻隊です、淵正信。サソリ固めはもうこの石川隆の代名詞。石川、確実に長州の手応えを感じ取っております。ジャンボ鶴田、全日本軍団が紹介されました。今夜のリング上は鹿児島県体育館、長州軍団が島津77万石の城下町として栄えました鹿児島に見参でございます。これが長州力。さあ、レフリーはタイガー服部さんです。放送席の天竜さん、はい、本当に残念ですね。そうですね、今、まあ、しょうがないといえばしょうがないんですけどね、はい、悔しい気持ちもありますので、そうでしょうね。北九州のシックスメンタッグマッチ、はい、長州力のサソリ固めを受けた後の流れでちょっと右足負傷したわけですね。そうです、はい、彼は長州がですね、はい、離す前と思ってサソリに入ったわけですね、はいはい、それを石川選手がカットしに入ろうとして、その石川選手のスモータックのアイルを切ってそのまま関節が止まっちゃったような感じになったんですね。ああ、そうですか。さあ、勝負の方をひとまずご注目に参りましょう。長州力とジャンボ鶴田が激しい火花を散らします。長州力とジャンボ鶴田、激しい両軍団へのコール、長州力のコール。
ジャンボ鶴田のコールも聞こえます。さあやる気満々の対象同士の対決であります。山田さん、まさにこのリング上に殺気が感じられますね。そうですね、やはりあの両軍の対決というのはですね、はい、日一日日を追うごとにですね、はい、もうどん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 エスカレートしてますね、まあその間にあの、まあ、今日ここに逃げられてる天竜選手の負傷などもありまして、ますますその遺恨が重なっていく、まあ、ただ私あのこの前のシックスメンタッグの流れを見ていますとね、長州選手がタスリが種を送った、それを助けようとして、まあ、石川選手が相撲タッグに行った、そのために、まあ、あだになってねぎれてしまった、はい、それで人体を損傷した、まあ、天竜選手としてはですね、本当のアクシデントなので、まあ、精神的には全然参ってないですしね。そうでしょう。ただ、まあ、今大事を取ってね、ここで、まあ、部活にねやってしまうと損傷がますますひどくなる、はい、そういうことでね、今もう無念の涙をこらえてここへ頑張ってるわけですね。目の前でやってるだけに悔しいだろうと思いますがね。天竜さん、痛みの方はどうなんですか？はい、あ、だいぶ良くなってきましたけど、やっぱりちょっと左右にひねるとまだちょっと痛みがあります。そうでしょうね、はい、何しろ1ヶ月以上の超ロングサーキットですので、もう山田さん、体も完璧にしてリングの中に戻ってもらいたいですね。そうですね、先に行きますとね、またあのシングル対決なども控えてますんで、はい、ここもコンディションをですね元へ戻すのが今第一ですね。ジャンボ鶴田から石川、そして石川から淵が登場してまいりました。淵が非常に元気のいいところを見せています。シックスメンタッグマッチ、淵正信、この60年代に突入してからの淵というのは山田さん、非常にいいですね。そうですね、非常にあの今思いっきりのいいファイトをね、はい、展開してますんで、これがあのすっかり身につけば大変な選手になると思いますね、はい、淵が長州力にまともに体当たりを見せました。腕式十字固めのような形を取ってますね。しかしあのなかなか長州選手がそうはさせないというところを見せてますね、はい、天竜さん、はい、淵ともこのシリーズチームを作っておりますけれども、淵選手が非常に元気がいいんじゃないですか？そうですね、なんか、的を得た相手をなんか得たち感じですね。そうでしょうね。ここで再び大将のジャンボ鶴田に渡します。さあジャンボ鶴田と長州の一騎打ちであります。大阪でも顔を合わせましたけども、山さん、あの時には両選手何か意識しまして、それほど長い時間戦ってなかったですからね。そうですね、しかしこういうお互い同士、非常に大阪の時もそうだったんですが、はい、こういった力比べといったような感じが今強いですね。そうですね。さあ果たしてリングを支配するのはジャンボ鶴田か、それとも長州力か。長州力から今度は八つ吉明です。アメレスの先輩と後輩、さあ八つが躍動する。八つがまずカバーに出ました。ゲストの天竜さん、八つとも手合わせをしましたけども、八つの雰囲気はどうですか？彼は非常にスピードな選手ですね、技一つ一つは効き目ってそんなにはないんですけどね、はい、スピードが身上ですね。なるほど、はい、さあ今度は八つ吉明からキラーカーンであります。山さん、ちょっと重いですね。軍団の中では一番パワーを誇りますね、はい、再び長州力を呼び込みます。キラーカーンの出番はあっという間に終わりました。そして首四の字固めでジャンボ鶴田に首四の字固めを決めました。天竜さん、今日はこのジャンボ鶴田に大いに力を発揮してもらいたいところですね。そうですね、控え室で話したらやっぱりそうはいかないという気構えで練習もしてましたしね、はい、必ずいい結果が生まれると思いますけど。そうですね、天竜さん、はい、正月の3連戦から大阪へ移り、まあ、九州へ移ってきたサーキットですけれども、はい、しばしばこの長州力と対決して、はい、そろそろ弱点というか感触はどうでしょうか？掴んでますか？まあ敵のことを褒めるのは悔しいんですけどね、うん、彼は今のところ弱点らしいは弱点ははっきりとありませんね。まあ、素晴らしいレスラーだと思いますね。あ、なるほど。山田さん、どうですか今天竜さんの発言。とにかくね、やはり今のところね、長州パワーというものがね、存分に発揮されているだけにね、はい、まあ、そういうふうに言われるとね、なるほどと頷く以外ないですね。なるほど。さあ全日本軍団はここで淵正信が飛び出してまいりますが、がぜん長州力の動きが活発になってまいりました。まさにレスリングは気合ということを言っております。さあ一番大きい男キラーカーン、クロスチョップを打ちまくります。相手はジュニアヘビーの淵だ。本当に体が小さく見えてしまいます。さあストンピング、規制を上げる、規制を上げて打ちまくる。
このキラーカーンの思い切った攻撃、そしてネックハンギング、ネックハンギング釣り、口を翻弄するキラーカーン、さあ追いかけます。今度は石川隆登場してまいりました。石川隆のいわゆるこの勝負も60年代変わってまいりました。天竜さんとしばしば相撲コンビを組んでおりますけれども、石川がいいですね。天竜さん、そうですね、あの選手石川選手って、まあ、非常に期待していいんじゃないかと思いますね。そうでしょうね。さあ石川はこのリングの中で現れました今年、人の良さあるいは優しさが全く消え去ります。本当にさっき漂う石川の気迫、今度は八津義昭が登場してまいりました。八津も躍動していきます。確かに動きは速いですね、動きは速いですね、そして体が柔らかいですね、はい、肩を合わせます。ショルダータックル待ち受ける石川、まずショルダースルーで自分の位置を取って、さあ思い切って台の肩をぶつけました。打ちかまし成功。ここで鶴田に渡します。鶴田が何を見せるか、ファイルドライバーの体勢です。ファイルドライバー、さあ空中での時間を長くしてファイルドライバー、違う、逆流したところで思い切ってドサンと落としました。赤い三角状、ここは全日本軍団の戦場です。いいポジションを取りますジャンボ鶴田。さあどういうレスリングを持っていきますか。今度はシュミット式のバックブリーカー。ジャンボ鶴田さすがに落ち着いています。試合の流れを見るのはジャンボ鶴田さすがであります。山さん、相手がこの怒涛のごとく攻めてくるんですが、そのタイミングを断ち切るようにジャンボ鶴田がゆっくりと攻め始めましたね。そうですね、はい、やはりそれはリーダーとしてですね、この辺でその乱戦ムードにちょっとこうカットして、一旦ですね自分たちのムードを作っていかなければならないですね。そうですね、全日本軍団がいいこのつなぎを見せてまいりました。土井正信が八津に思い切って胸のあたりにドロップキック、そしてタッチの後は今度は全日本軍団の2プラトーン攻撃。石川トップロープから2ドロップを落としました。フライング2ドロップ、その前につなぎがあります。サソリがダメ、サソリだ。今やこの石川隆、今日は長州力のサソリ型もより先にサソリを出したが、キラーカンがチョップ、しかし動かない、3発まで倒した。石川も頑張る、再び口にタッチ、非常にスピードあります、つなぎであります。今度はネックブリーカードロップ、ネックブリーカードロップ2発目、八津義昭、今のネックブリーカードロップどうですか。ちょっとねあの軽かったけれども、あの角度はいいですね、はい、今度は長州力と八津義昭、この長州軍団の指定コンビであります。ブレーンバスター長州力、大技を展開。石川飛び込んでくる、石川飛び込んでまいりました。さあ今度は背中に思い切って拳を合わせます。躍動する長州力、まさに戦う機会、戦う機会、そういう感じがいたします。今度はキラーカンに指示、キラーカンが2パット合わせてまいります。いいパットですね、重々しい技です。あそして今度はレッグドロップ、完全に口の小さい体にのしかかりますが、口が元気、口が元気、キラーカンやり返す、口が今度は円錐、円錐効いたか効かない、足元をすくった、足元をすくって石川に渡す。さあタッチをしております、タッチをしております。ファイブカウントを大いに利用する全日本軍団です。石川さん、天竜さん、今までの流れをご覧になってどうです。いや、全日本の方が素晴らしいですね、今日は山田さん、いわゆるこの長州力の思い切った怒涛のような攻めをジャンボ鶴田が見事にゆっくりリズムで断ち切りましたよね。そうですね、ただね、先ほどから私見てましてね、はい、長州選手っていうのは大変に強引な攻めですね、はあはあ、ただね、それは無謀な強引さではなくて、やはり計算された上での強引な攻めだと思いますね、はい、天竜さん、うまい具合に全日本がそのパワーを今のところね止めてますよね。これまでの試合経験からどうしても長州力のペースに乗っかってしまうというようなこと、感じがどうですか。いや、今序盤戦は少しそうなりはず、そういう流れになりかけたんですけど、今のところは全日本プロレスの方が優勢だと思います、ね、そうですか。ここは山田さん、勝負としては、重大なポイントですよね。そうですね、まあ、3人のうちのどの選手にターゲットを置くか、はい、これはやっぱり流れの中で掴んでいくしかないでしょうね。ジャンボ鶴田が登場して逆エビの体勢に行っておりますけれども、長州力が再び登場。さあキラーカンを捉えますが、この大きなキラーカンにおーっとバックドロップです。これはいいですね、これはいいですね。そして手四つの体勢、
ちょっと淵としてはいいところを見せようとしすぎるような感じがしますね。しかしね、カーンのような選手はね、体が大きいですからバックドロップいいですよ。はい、今度は2人がかりの攻撃、淵正信と石川隆、川津掛け、まさに大木にのしかかります。八つが出てまいりました。石川と八つの今度は動きをご覧ください。逆さずりにしたストンピング攻撃、1ダースいくか。キラーカンが踏みつけます。すごいパワーだ。やはり凄みがありますね、山田さん。しかしね、あれ今ロープダウンですからね、反則を見逃したんですね。ここでサソリ固め、石川隆にサソリ固め、長州力、鋭い目はジャンボ鶴田に焦点を合わせています。激しい目つき、長州力、鶴田を狙い睨みつける。しかしフェアな対決、鶴田は中に入りません。長州コール一色、鹿児島県体育館長州コール。石川どこまで頑張れるか。天竜さんもこの技を数々食いましたけれども、一番きついのはどのあたりなんですか。背骨のあたりですか。いや、これは両足首が決まっているんですよね。両足首がやっぱり効きますか。体重、体を反り返られた時が一番足首が決まりますね。はい、こういう流れの後、天竜さん右足首靭帯を切ったわけですよね。損傷ですね。はい、損傷ですね。さあ八つでやります。さあ今度はパワースラムだ。思い切ったパワースラム、八つ吉明。どっちに勝利の女神は微笑むか。全く一進一退の攻防、今夜のシックスメンタッグマッチ。今度はクロスラインを切ります。さあ再び会長のような叫び声でストンピングを打ちまくる石川。しかし耐える石川のこの耐える力、本当に素晴らしい。持ち上げた、おっとバックブリーカーだ。背骨に出ました。石川必死で跳ね返す。しかし体は大きい、非常に体が大きい。石川を跳ね飛ばして、今度おっとうまく膝を当てた。ここで鶴田に渡す。さあ鶴田に猛然と襲いかかるキラカン。今度はジャンピングにインパクト、空中殺法でキラーカンを倒した。山さん、チャンスですね。チャンスですね、もうね、だいぶね、今の効いてますからね。はい、コブラツイストで締め上げる。こういう大きい選手にはコブラツイストというのはどうでしょう。いや、効きますよ、結構。鶴田選手もね、体が大きいですからね。八つ吉明が飛び出してまいりました。両選手の間に割って入ります。キラーカン、思い切って突撃、2パットを合わせる。鶴田の膵臓のあたりです。鶴田どこまで頑張れるか。しかしこのコーナーは怖い。長州力が背中に思い切ってエルボーをかませました。さあ再び長州力とジャンボ鶴田、いい対決です。これが気合です。長州力の気合、この気合というのは山田さん、素晴らしいですね。そうですね、さあ鶴田もやる気を見せる。すごい打ち合い、殴り合い。鶴田ジャンピングにバット、これが長州力の顎を捉えた。そのまま追いかぶさる。さあ、いやー、鶴田選手もね、一本も引いてないですよ。今度は垂直落下式バックドロップ、垂直落下式のバックドロップ。長州力、天竜さん、これのダメージを送ったことありますか。ありますね。ありますか。かなり効きますか。自分の体重が首にかかるわけですね。はい、ね、はい、だから普通の人の、まあ、倍は軽く、はるかに効きがありますね。そうですか。しかし鶴田はすぐに立ち上がっています。今度はジャンボ鶴田がルーテーズを超えたバックドロップを打たなきゃいけませんね、山田さん。そうですね、やはりこれはね、やっぱお返しをしなきゃね、意地が立たんでしょうね。そうですね。さあ鶴田が思い切って八つ吉明を連れてまいりました。石川にタッチ。さあ今度は全日本軍団2人がかりで思い切ったチョップを打ちまくります。しかしね、これ鶴田選手はバックドロップ食ってもまだそんなに大きなダメージは見られないですね。そうですね、表情を見てると元気いっぱいですね。はい、今度は石川が八つを捉えますが、しつこい攻撃、八つをしかし再び連れてまいりました。今度は淵と石川隆、今度は2人がかりでアートビックドロップに取ります。八つを尾低骨割りで仕留めようという作戦。さあ今度は下から潜り込んで、さあ何でいくか。今度はちょっと体をよじります。さあ必死で逃げる、必死で八つ吉明がロープに逃げました。再び淵正信、もう十分に淵正信も
ヘビー級のレスラーを相手にしても太刀打ちできますが、さあ長州力が正面に立ちます。これを分断します。八つが今度は淵政の棒を捉えます。やはり長州軍団としては山さん、狙いは淵でしょうね。そうでしょう ねやはりあの一番軽量なところを狙っていくでしょうね。そうでしょうね。キラーカンのギロチンドラップは失敗。淵が冷静にジャンボ鶴田に渡します。さあどういう組み立てを作るか、思い切ってさあ正面から勝負に出た鶴田。鶴田ロープに飛ばすジャンピングインパクトで、まずキラーカンの大きな巨体を倒しました。この後の流れです。この後の流れです。いい流れを作っていきます。鶴田顔面にガンガンストンピング。その後ですね、山田さんね。そうですね、キラーカンの動きはあーっと止まったかに見えましたが、あーほっぺたにすごいチャップ、すごいチャップ。そしてジャンボ鶴田をキラーカンが持って、あーっとフライング2位を当てます。フライング2位を当てました長州力。さあジャンボ鶴田にサソリ、鶴田耐えられるか、鶴田耐えられるか。もう山さん、第二の犠牲者を出したくないですね。そうですね、うかつにフォローできないですからね、直接ではありませんけれども、今日ゲストの天竜選手はこの、長州力のいわゆるサソリ固めからの流れを食いまして、右足の内側靭帯を損傷しています。右足首の靭帯を損傷しています。さあ淵が後ろから思い切って飛び込んでいきますが、しかし長州力には効きません。さあ再び円錐、円錐で円錐で返しました。うまくこのジャンボ鶴田の危ないところを救いました。そして石川です。石川が飛び込む。今度は八つ、八つを思い切って場外に送り込んで、ガーッと体当たり打ち勝った。石川が迫力あるぶちかましを見せています。そして先にタッチ、先にタッチ、淵政信。さあドロップキック、これがすごいぞ。ドロップキックは八つ吉明の熱い胸板を捉えた。今度はバックドロップ、淵がバックドロップ、そして思い切ってカバーの体勢。いい流れを山さん作り始めましたね、はい、いいですよ、はい。あしかし八つもいろいろな多彩な技があります。今度はおっと、これがワンダースープレックスですね、はい、得意のワンダースープレックスを見せます。八つ吉明、長州力が待っている。これこそ怖い恐怖のスープラトーン攻撃。いやー顔面蒼白になりました。淵政信動きが止められました。天竜さん、このスープラトーンは怖いですね。そうです。あそして力ラリアット、これは万事休すか。しかしおっと、長州力が再び淵政信を抱え上げます。もう一回ロープに飛ばします。さあ今度はショルダースルー、待っているのはモンゴリアンニードロップ。そして再び長州力に口を渡します。さあ力ラリアット2発目、このまま抑え込む。カウント3、勝てません。とどめは長州力の力ラリアットでした。長州軍団、キラーカン、八つ吉明、この長州軍団。おっと、放送席の天竜、放送席の天竜に注文をつけます。長州力です。おっと、松葉勢が落とした。天竜だ。おっと、右足の靭帯を損傷しておりますけれども、松葉勢がどっかでも吹っ飛んでいってしまいました。激しくやり合います天竜、激しくやり合います天竜。ジャンボ鶴田もこの間に入ってきました。こういう試合をやってない相手に、アピールするのは良くないですね。まあしかしね、かなりエキサイトしてましたからね。そうですね、天竜選手もね、横っ面をね、はい、4、5発張り返しました、ね、張り返しましたね。なかなか荒っぽいところを見せました天竜選手です。天竜さん、大丈夫でしたか。大丈夫です。治ったら絶対にやりますよ。早く良くなってね、早く良くなってください。人を侮辱するとは知らないからね、いっぱいしますよ。来週はね、豊橋からの中継ですけれども、豊橋大会、天竜さん出られますか。それはもう番手、テーピングをしてでも出ます。そうですか、はい。
ージャスで見事な時計ですね。素敵な時計は装いを一段とファッショナブルに決めてくれますからね。実は今日ご紹介するのがこの贅沢な美しさを極めたデザインのカリンダーウォッチなんです。クリスタルガラスに輝く文字盤は斜め模様に縁取られた上品な丸型で、輝きあふれるゴールドと宇宙のように神秘的なミッドナイトブルー、また格調高いバンドはブレスレットタイプで、ひときわ装いを引き立ててくれるゴールドとシルバーの2色。そしてどちらのタイプにも女性用があり、華麗なムードを醸し出してくれます。もちろん機能性も高く、高性能水晶発信クォーツで月差プラスマイナス15秒ととっても成功。豪華なきらめきをあなたの腕に添えるこのカリンダーウォッチ、ペアで揃えたり服装によって取り替えても楽しいですよ。さてお値段ですが、今回はケースをお付けして男性用女性用それぞれ1万円の合資価格でとってもお買い得。分割の場合も月々2200円の5回払いです。お申し込みは今すぐお電話で、大阪06-648-1000番、06-648-1000番です。お電話お待ちしています。さあ国馬、国際決命軍の軍旗を振りかざします。鶴見五郎、目標はジャイアントババの首、 BWF のベルトです。タイガージェットシン、ザ・グレート歌舞伎のドッキリ殺法、オリエンタル殺法でシンを仕留めるか。さあ BWF ヘビー級チャンピオン、逆にあのシン選手の方がテクニックを使ってくるという可能性が多いわけですね。そうですね。しかし井山さん、最近この鶴見五郎もザ・グレート歌舞伎のお株を奪うような政権好きみたいなものを時々見せてますね。はい、どちらかというとオリエンタル殺法の一種ですね。はい、そうなんですね。さあその鶴見五郎からタイガージェットシンです。コブラクロを持っています。思い切って近づいてくるとガシッとその思い切ったコブラクロも見せるかもしれません。うまく力を加えます。後ろから見えないようにしてレフリーの死角をついた足を押さえております。鶴見五郎、この2人がこれまでに呼吸を合わせてくると思いませんでしたね。山田さん、非常にあの今日はコンビネーションがいいですね。ほとんど自分コーナーだけで戦っているという感じですね。はい、まあ、かつてのタイガージェットシンのパートナーというのはすぐに仲間割れが、まあ、してしまうんですけれども、この鶴見五郎とは非常にうまく呼吸を合わせますね。はい、あのやはりそれはね、鶴見選手が非常にあの先兵として動きがいいし、はい、いい働きをしているからでしょうね。あ、なるほど。さあ鶴見五郎がザ・グレート歌舞伎トラースキックで一発キックを合わせておいてジャイアント馬場にタッチ。さあ BWF ヘビー級選手権東京決戦に決定。このシリーズの最後の東京体育館で行われますが、いいコンディションでその日を待つことができるかジャイアント馬場。馬場選手のコンディションはどう見ますか。山さん、そうですね、今のところね、非常にあの安定した動きと言いましょうか。はい、やはりあの天竜選手がね負傷したこともあって、いよいよ俺もねリーダーとしてますますふんどしを締めないかんというような気迫が出てますね。はい、さあ鶴見五郎を捕まえています。ジャイアント馬場であります。PWF のヘビー級の王者でありますが、馬場選手はハンセンからタイトルを奪って、今度の防衛が初防衛ということになりますがね、ちょっと防衛期間が長すぎたような感じがしますがね。はい、あの、まあ、適当な、ね、間がいないという、あの相手がいないということと、それから中にあの大きなシリーズが挟まっちゃったので、タイトルマッチのチャンスがなかったわけですね。まあ、その第1回目の防衛戦の相手がこのシン、これはね、あの2通り考えられるんです。はい、非常にね、あのシン選手が入ってます。凶暴になった場合に、割と簡単にね料理をできるという見方と、大変な強敵であるという見方と、2通りできると思うんですね。ははさあ必要に攻撃を加えます。今夜のタイガージェットシン、今のところレスリングをやっていますが、しかし不利な立場になりますと場外乱戦を出してきます。タイガージェットシン、鶴見五郎がおっとトランクスの中に手を入れた。何かキラッと光ります。やはり支援を持っておりました。
チェーンを持っておりました。ジャイアント馬の喉元にぐるぐる巻き、こういう今度はメリケンパンチ、ジャイアント馬は失血かもしれません。やはり来ましたね。明らかにあの細いチェーンですね。はい、さあジャイアント馬が後ろに下がります。こうなりますとザ・グレート歌舞伎のいわゆるスピーディーな攻撃が非常に見ものになってまいります。鶴見五郎ロープに押し込んで反対に飛ばしてネックブリカードロップですね。そうですね、はい、あの独特のね、両手を使ったあの下に叩きつけるようなネックブリカードロップ、空中首より落とし、そして今度はスリーパーホールドに取ります。あ、今は真の肘打ち真正面ですね。そうでしたね。しかもあの助走がついていましたので大変にあの歌舞伎選手が痛そうな様子でしたね。はい、再びタイガージェットシンが登場、軽々とザ・グレート歌舞伎を捉えます。あ、余裕がありますタイガージェットシン。おっとおっと、股の間を潜り込んでここでジャイアント馬場にタッチ、馬場怒りのチョップ、馬場怒りのチョップ、ロープに振る、16本が待っているぞ、16本これは効いた。さあ勢いをつけて馬場突進、馬場前進、ピータグラスヘビー級のチャレンジャーはタイガージェットシン、今急所を打ちましたね。そうです、急所蹴りを打って一歩後ろに下がる、膝をぶつけましたね。はい、こういう悪のテクニックがあるんです。今度は鎖が右手拳の中に入っている、あーっと鶴見がガンガン攻める、あーっと顎に攻めまくります。まさにメリケンパンチ、これは怖いです ですね。もう巧みにチェーンを隠します鶴見五郎です。悪のテクニックを徐々に出してまいりました。やはり悪の花を咲かせないことには勝ち目はないのか、鶴見五郎とタイガージェットシン。やはりね、あのチェーンを使う場合も自分の体の内側でやりますんでね、はい、レフリーからは完全に死角になるんですね。そうなんですよね。しかし今あのカメラがアップではっきりチェーンの存在を捉えてましたね。はい、しかし馬場歯を食いしばって立ち上がって、おー、馬場のヘッドバット、これは珍しいですね。これは秘密兵器だぞ、馬場がヘッドバットを打ちました。馬場選手の命は足だけじゃありませんね、珍しいですね。ヘッドバットも効きました。あの上からね叩き落とすような形で来ましたね、はい、さあジャイアント馬場いい体勢でザ・グレート歌舞伎に渡す、グレート歌舞伎へのタッチです。さあ左のアッパーブロー、相変わらず素晴らしいアッパーブロー、ボクサーでも通用しますねあれはね、強いですね、さあトラースキックで一旦合わせて、後ろにはシンがいるがシンをちょっと見ました。さあそのまま覆いかぶさるが間に合った、あ、狂気だ、狂気で背中、そして馬場の喉元へえぐります。どうやら航空錠のようなものです、キラキラ光ります、金属製のものですね、金属ですね、ターザン後藤にもこれを打ちまくります。さあリングの中ザ・グレート歌舞伎、しかし立ち上がります、鶴見五郎と相対しますが、今度は鶴見五郎が力の攻撃、ブレンバスター、ブレンバスター、さあグレート歌舞伎どうか、助かるか、今度はエルボーは失敗、さあ歌舞伎円錐切り、歌舞伎の円錐切りが見られました。リングの中央です、いい体勢、そして今度は思い切って、おっとこれはフィッシャーマンズスープレックスですか。そうですね、いい角度で決まっております、そのまま覆いかぶさって、最後は政権突き、最後は政権突きに取りました。さあ場外ではタイガージェットシンが、後藤選手がね、後藤選手がもう顔面丸まりされましたね。勝負の方は7分45秒でジャイアント馬場ザ・グレート歌舞伎チームにが星を拾いましたけれども、タイガージェットシンの暴れっぷりというのはものすごい、どうものすごいエキサイトぶりであります。本当に山さん狂ってしまうんですね、この選手は。やはりね、あの自己暗示をかけてしまって、非常にねそういった、はい、その狂うところがありますね。85年激突オールスターウォーズ日程です。今晩鎌ヶ谷27日午後2時より、
28日伊沢、30日小樽、31日苫小牧、2月1日札幌中島体育センター、2日室蘭、3日午後6時北見、4日帯広、最終戦は5日午後6時東京体育館です。来週は85年激突オールスターウォーズ手足大会から注目の対決、鶴田天竜石川組が長州斉藤川組、タイガーマスクマジックドラゴン組は小林新倉組と対戦です。アルファ、アルファ色鮮やかにマルチウィンドウ、マルチ処理、ハードディスク搭載、ついにワープロはアルファ世代、文作君アルファ。いい女になってるんじゃないかなって思う瞬間ありませんか。おいしさ優雅にゴールドブレンド赤ラベル。今日楽しかったからバスクリンコロンしました。香水タイプのオレンジの花の香り、バスクリンコロン、バスクリンローズ、バスクリンノンカラーもどうぞ。風邪の元になっているのは喉の周りの赤みです。この赤みをコルゲンのホワイトカプセルは小さくしていきます。これで効くんですね。コルゲンのホワイトカプセル。明るさは一つのマナーです。トータルメンズウェア F1